はい、こんにちは、ブルカーズです。今回はオーバーロードと4期第11話見ていこうと思います。陛下、夜分に失礼いたします。私を閉じ込めたそなたが来たということはのだな、この国は。おそらくは。出陣し、送った使者も戻ってきません。ザナック殿下の行方も。大バカ者が、バルブロだけでなく、お前まで父より先に行くなど。城内のすべての者たちにいとまを言い渡す。今ならば、夜闇に乗じて逃げられるかもしれん。かしこまりました。そなたもだ。しかし、私は最後の王として征服者を迎えるとしよう。なるほど。うるさくないですかね。かもしれないな。使者様がご不快に思われるかもしれん。ねえ、私はここでまだ待機なの？他の部屋には八本指の関係者が集められているみたいだし。いい加減、魔導を出しよ。ここだ。陛下ね、分かってるわよ。お前には魔導王陛下の使者の方にお目通りしてもらう。あのね、私もいろいろと感謝してるのよ。でも、落ち目な私を脱獄させてまで助けてくれるなんて。何が言いたいんだ。力もコネも何もかも完全に失った私に対して少し寛大すぎるわよね。一体何が目的なの？ドール、いや、アンペティフ、私たちは仲間じゃない。本気で、冗談抜きで聞くわ。あなた本当にヒルマ？ヒルマシグネウスよね。ヒルマの皮をかぶってモンスターとか言わないわよね。そんなに変わったかしら。いや、変わりすぎだろ。ダイエットを始めたにしても異常だわ。本当にあなたたち全員本人の皮を奪ってかぶっているんじゃないでしょうね。それだけの経験をしたというわけだ。一体、どんな。いやそれだけの経験でとんでもなさすぎるよね。王の前にあなたたちを回収しに来ました。お仲間が1000人ほど。なんかシャルティアがさ、こうやって人間と喋ってる描写ってさ、すごい違和感あるよね。なんか、オリンが皆を連れてくる前に一人紹介したい者がいるのですが、お時間も。それよりも先に荷物を運搬してしまいましょう。しばらくはお仲間と共にここで暮らしなし。食料は十分準備してアリンスによりて問題はないと思いんす。お前も幹部の一人でアリンスね。恐怖校の部屋送りでアリンス。あ、やばい。ゲート。いや、恐怖校の部屋送りってとんでもないよね。うわ、ここドールを助けられなかったわ。仕方がない。ただ死ぬわけではないから、これは洗礼と思うべきなんだよ。彼も洗礼にしてはやばすぎるよね。そうね、ありがとうございます、魔導王陛下。ああ、怒れちゃってるよ。やっぱ進軍が始まったね。ディレイテレポーテーション。あ、そっか、こっからあれか。うわー、やばい。ちょっと待って、こっからやばいよ。うわー、超楽しみの展開じゃん。動くのであれば今がラストチャンスというところでしょう。おお、来たー、アズス・アインドラ。では計画通り。ああ、目的はあくまで情報収集だ。間違っても殺すなよ。いや、俺ここさ、小説で見てたけどマジでうわって読んでたからね。お任せください、アインさん。いや、作画やっぱいいな。チェインドラゴンライトニング第5異界魔法だっけ、確か。うわぁ、受けアルメド、逃がすことは許さん。作画めっちゃいいな。いや、まだまだ保ってんのすごいな。そちらが何を狙っているかわからない。こちらの目は節穴だと思っているのかしら。だけどいつまで保つのかしら。結構離れたと思うんだけど。その武器の力調べさせてもらおう。あ、魔法が宿っていない飛び道具で攻撃するなんて。そうよね、飛び道具が向こうとバレてしまったら魔法で攻撃するわよね。ダメージはない。攻撃魔法ではなく即死系魔法かしら。お前ごときのレベルの魔法が私にレジストできないとでも。まあ、レベル差がありすぎるからね。豆腐みたいに脆い。失礼なやつ。弱、豆腐みたいに弱い。パーン。当たり前のもの。何を補足、虐殺者。あら、言語すら返さないような蛮族かと思ったら。いい、王国の住人なら。魔導国最小アルベド。言いがかりに等しい理由で他国に攻め入るお前たちの方が蛮族ではないか。いや、そもそもお前たちはおぞましき化け物だったな。まあ、よく我慢できるよね、アルベド。あんなこと言われてんの。単独行動というはずは。エクスプロードマイン。わお。
私が警戒もせずに立っていたと思うのか。おお、きたマジで。きたHP はまだ余裕があるようだな。MP は全くない。純粋な戦士か。うわぁ、俺ここの戦い超好きなんだよな、マジで。わかったかね。君も知っての通りスケルトンはオーダに弱い。だがその弱点をそのままにするほど私は愚かだと。つまり私に攻撃は一切なに、ここガーン世界断絶障壁。今のほどの奇襲を許そう。私の名前は知っているとは思うが、改めて名乗らせてもらう。アインズーゴウン魔導王だ。さて私にも君の名前を教えてはくれないか。リク・アガネイア。リク・アガネイア。そのクラスの名前覚えがあるぞ。うわぁ、リクか。13英雄と言われる者のうち名前が残っていない幾人かの中にプラチナの鎧を着ていた人物がいる。てかちゃんとさ、あれじゃん、シャルティアにさやられたさ傷残ってんじゃん。いや、やっぱ細かいなぁ。いいね。断る。失礼。慣れ慣れしかったな。ならばアガネイアとならば呼んでも構わないかな。それならば問題ない。そうか、それのならば問題ない。私の配下にならないか。断る。聞いてくれ。私は強者を集めている。もし君が私の配下になるなら、王国を攻めるのをやめても構わない。君一人の価値はこんな国より勝る。王国がどうなろうとあまり興味がない。交渉決裂ということだな。来い。また奴の HP が減っている。メーターテレポーテーション。つまりここから推測できるのは HP を削って戦う系 の, あの敵だっていうことがよく分かってるよね。よく分かってるよね。まあ一回魔法じゃないっていうのがあるからなんだけどね。ノックバック。さらに HP を消費しているか。オーダによる攻撃は無意味と言ったはずだろう。どうやったのかな。この結界から逃れることはできない。ここで滅びる運命にある。ツインマジックオブシダイトソード。ウォールオブスケルトン。おお、ウォールオブスケルトン、いつも通りのやつだね。何ゲー、アインズ様がさ、シャルティア以外と戦ってる描写ってさ、なかなかないからさ、やばいね、マジで。おお、なんだこれ。うわー、やべえ、かっこいい。いやー、かっこよすぎるな、マジで、アインズ様。いや、だって戦ってる描写ほとんどなかったじゃん。やっぱりこうやってアインズ様が戦ってるシーンを見たいわけですよ、私は。驚いたかね。このブラスティングサスのタイムならノックバックの効果が高められている。つまりマジックキャスターである私にとって必須の距離が稼げるというわけだ。サモンアンデッドテンス、ブームロード。おお、来た、アインズ様の能力の一端。そんなにほら、アインズ様で魔法出さないじゃん。使わないですよ、そこまで。やつをノックバックした時、刀も一緒に引っ張られていた。いやー、この、いや、戦い、マジで、えぐいなぁ。こういうのなんだよね。アニメでしか見れないものが、アニメで見れるっていうのが一番面白いんだよ。エレメンタルスカル。4大精霊系の攻撃魔法を使うことができる。さすがのお前も4属性全ての魔法を無効化することはできる。骸骨がさ、虹色に光ってるっていうの面白い。つまり、待て、話だ。あ、待ってください、話を聞いてください。ジェント本気でことを構える気はない。もともとは西王国への支援物資を王国が…なんで土下座し始めるんだ、いきなり。魔導国と王国、どちらが悪かは言うまでもないだろう。貴殿はどう思う。西王国を助けようとした私たちが悪だというのか。お前たちはやりすぎた。それは当事者でないからだ。では貴殿だったらどうした。己の国が大切に育てた食料を奪われたのか。アインズ様が土下座してるって。力を持つ者はその力の使い方に注意を払い責任を取る必要がある。私が世界を守る。そう、私が世界を守るのだ。何言ってんだこいつ。全ては私たちのこの力、過ちが始まり。だが許しは壊ない。お前のしていることは黙認できない。故に滅びろ。アンドリュー。ああ、なんか来たよ。うほーほー、いや、いいね、このアルベドの戦いぶり。いや、よくないっしょ。いや、でもアインズ様の戦ってる描写が結構少なかったけど、いや、でもそれでも満足できたな。全然その戦ってる描写があるっていうだけでも価値があるから。一つ仕事が終わったな、ご苦労様。
まだ監視の目があるかもしれません。早急に行ったナタリ君に戻りましょう。ああ、そうしよう。なんでアズスがこんなところにいるんだろう。ツア、あのアルベドという悪魔はどうだった？どうにもならないな。全武装を使いまくることで相手を接近させない戦い方をしたから助かったようなものだ。すまない、あいつを抑えきれなかった。突然そっちに向かったようだな。魔導は残念ながら無理だった。王国は滅びるのだな。君の協力を仰いだにもかかわらず申し訳ない。謝らないでくれ。俺が時間を稼げなかったせいだろう。いや違うさ、アズス、君は十分に役目を果たした。魔導を滅ぼせなかったのは単純に奴が私の想定を上回る強さを有していたからさ。まあね。しかし魔導王が突破できなかった世界断絶障壁をあのアルベドという悪魔は乗り越えてきた。 あの中に新次元の魔法を使えるか。ワールドワイドは保有者。あ、そう、次元の魔法だ。そうだそうだ。まさかアルベドがプレイヤーで魔導王が NPC だというのか。いや、荒唐無稽な考えではない。自分は第2位の立ち位置にいた方が安全という考え方は理解できる。それともワールドワイドも2つ所有していて魔導王は戦場に持ってこなかったということか。どっちなんだろうね。それで魔導王の強さはどうだった？強いと思うが、俺なら、いや、これなら倒せるか。アズス、気を悪くしないでほしいんだが、君では無理だな。あれなら次に戦えば、もちろん一騎打ちという形でなければ無理だが、本当に見れたのかな。勝利を収めることはできるはずだ。さすがだな。本当にさすがだ。世界最強の竜王。私よりも強い存在は5万といるよ、きっとね。ま、魔導王とは相性がいいから勝てるだけさ。あ、そうだった。私は魔導王にはリク・アガネイアと名乗ったんだ。覚えておいてくれるかい？リク・アガネイア。何か由来でもあるのか？いや、ないよ。ふっと浮かんだ名前をそのまま使っただけさ。まあ、リクに関してはね、ちょっと、非常に迷惑かかるありますけどね。魔導王の恨みを、それも大層なものを買ったわけだからな。そうなるね。しかも魔導国、アズスも気をつけてくれ。悪しきプレイヤーたちとの戦いに備えて、いたずらに戦力を失いたくはないからね。アズスの能力は決して高くない。彼を殺して、あの鎧を御しやすい強者に渡すか。リーク、すでにこの手は汚れている。今さらだよ。しかし、蘇生の魔法がある以上、完全な口封じはできない。十分吟味すべきだね。あら、なんかアルベドとアインズ様が一緒に歩いてますね。大体これはどういうことなんでしょうね。ご苦労だったな、パンドラズアクターにアルベド。いいな、なんかこのアインズ様の服装を着てるパンドラズアクター。実際に戦った者の感想を聞かせてくれ。奴との会話、態度、どのような感情を見せた？リクアガネイアと名乗る者の全てを。ということで今回は、オーバーロード第4期、第11話ですね、見ていきました。リク・アガネイアっていうね、なんかあのキャラクターが出てきたりとか、まあ、今までの第1期からの因縁の相手とやっと戦い合うっていう、そのなんだろうな、こう本質的な核に迫るようなね物語でした。いやー、マジでツワインドルクスと戦う描写っていうのはほとんどなかったし、やっぱアインズ様が前線に出てきて、まあ多分敵対してる奴らと一緒に戦うなんて描写がほとんどなかったので、いや、こういうのなんだよね。俺らが待ってたのはこういうのなのよ。なんか、あれ、わからない強者と本気で戦ってるアインズ様がね、見てかったんですよね。まあ、パンドラズアクター、中身パンドラズアクターだったんですけど、こういうのなんだよな、オーバーロードっていうのは。たまらないね。いや、もうこの、なんだろうな、16巻 ?15 巻だっけ、あの内容。このなんか、このテンポで15巻の内容をね、その、アニメ化されるって考えると、いや、ドキドキとワクワクがやっぱ止まらないな、マジで。っていう感じでした。もう本当にこういうのね、俺大好きなんですよ。ということで今回は、そのあと2話残ってるんですけど、はい、見ていこうと、思っております。そんな感じです。